この度の展覧会は、東京スカイツリーのデザイン監修をしたことでも知られております彫刻家の住川喜一さんの60年を超える創作活動の全貌を紹介する展覧会となっております。住川さんの作品の一つのキーワードが反りとむくりという言葉になります。日本刀をちょっとイメージしていただくと分かりやすいんですけれども、背の部分ですね、なだらかな曲線を描いて伸びていくラインです、ね、こちらが反りで、反対に日本刀の刃の部分、膨らみを持った部分ですね、むくりと言います。この反りとむくりの造形が意識的に使われております。木が自然に反る形に沿っていった時に自然に伸びていく反りの形というものを造形の基本としておりますけれども、実はその反りとむくりという形が日本の古来からですね、日本の風土に馴染んできたというところにも先生は大きなヒントを得ております。木が大好きで、まあその木によってね、反りとかむくりっていうのは強い方がいいか細い方がいいかっていうのは 木と相談してやった方がね面白いんですよね。木がなんか言葉を出してるんですよね。自分にはその言葉を聞きたい。木の成り行きで一番形がね綺麗なものができそうなんですよ。木と共同制作だから、恋人だな。恋人以上だな。住川先生は多くの公共彫刻を、日本全国で手掛けていらっしゃいます。神奈川県におきましては例えば鴨池橋ですとか道慶橋ですとか、そうした橋のデザインをはじめですね、横浜公園内の肖像彫刻ですとか、意外と身近なところで皆さん関わりがある作家となっております。